FF7 リバース、リバースとは何か？再生、新生、復活、蘇生。FF7 25周年放送にて、FF7 関連作の発表が立て続けにありました。FF7 リメイク2にあたる最新作、全3部作の2作目である FF7 リバースが PS5 用ソフトとして発表。発売はライトウ。つまり2023年末から2024年初頭あたりを予定。本日は FF7 リバースの新トレーラーをもとに、具体的な事実と公式書籍の記述に着目して、原作やリメイクのセリフや展開からリンクした部分を探して、リバースは原作と比べてどう改変されるのか、リバースはどこまでで区切りなのか、をテーマに FF7 リバースの中身を、この AI ラボラトリーの電脳空間で解明していきます。その過程で新しく発表されたクライシスコアリマスターやエバークライシス新エピソードについてもリバースがどうなるのかという観点で解析を行っていきます。本当にとんでもないことになったぞ。ついこないだまで FF16 の影響で発売が2年以上先になるんではないかとも言われていたのに、それにしてもリバースってどういう意味だ？リバースは再生、新生、復活、蘇生を指す単語。裏返しや反転を表すリバースとはまた別の単語。これはリメイクでフィーラーを倒したことで、リバースでは新しい物語が生まれるように捉えられる。それと呼応するかのようにエアリスは言う。悲しみや怒りは私たちを強くするけど、私たちを変えてしまう。過去じゃなくて未来を思えば。エアリスはフィーラーに触れるたび未来の記憶を取られている。公式書籍マテリアルアルティマニアプラスにはこう明言されていた。つまり前作でエアリスはフィーラーと戦ったことで未来の記憶を全て取られた。という可能性ももちろん考えられた。しかしこのエアリスは相変わらず記憶を保ち、さも未来を知っているかのように聞こえる。しかもこの内容は、セフィロスと通じている。7番街プレート崩壊後クラウドの前に姿を現したセフィロスのセリフ。また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか？なんだよ、似てるじゃないか。セフィロスは、また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか？エアリスは、悲しみや怒りが私たちを強くする。けど私たちを変えてしまう。過去じゃなく未来を思えば、二人に共通するのは、過去への言及。負の感情が人を強くする。そして未来を変えようと促すかのような言動。セフィロスは未来を知っている。公式書籍でも明言された通りエアリスも未来を知っている。ということはこの先の未来に喪失。悲しみや怒りがこの先に星が危機になる事態を招くこと、知っているんじゃないかしら。確かにそうですね。エアリスとセフィロスはそれを回避しようと別々に動いているのかもしれない。セフィロスはキーマンであるクラウドに着目してたびたび話しかける。エアリスは別の何らかの方法でクラウドたちを導こうとしている。新トレーラーではエアリスの言葉の後に、メテオ落下の映像とともに、この星の行く末は、と表示される。負の感情が招く星の危機への警鐘に聞こえてくる。リバースの新しいロゴは赤い。メテオの下部分も赤くなっている。これはトレーラーにもあったようなメテオが地表に落ちる表現とも取れる。じわじわメテオの未来へ近づいているかのようにも思える。そして星の危機を誘発する。負の感情を招く出来事。とは何なのか、考えられる原作の出来事。エアリス喪失、メテオ落下。エアリス喪失は仲間たちの心に大きな傷を負わせたことは明らか。であれば仲間の誰かが星の危機を招く引き金となってしまうかもしれない。メテオ落下は多数の負傷者を出し、ミッドガル住民の心に大きな傷を与えた。メテオ災害の被災者が星の危機の引き金となる可能性が考えられる。エアリス喪失かメテオ災害を止めること。このどちらかがリメイクシリーズの新たなテーマの可能性が出てくる。新しいトレーラーからも色々考えられるもんだな。そういえば新しいトレーラーで言うと、まるでザックスが生存しているかのような作りになっていたぞ。そうね。それも踏まえてリバースを考えていく。5年前、俺たちは一緒にここに来たのか。ザックス、どこにいるんだ？ところで具体的にどのあたりでザックス生存を感じたの？クラウドがザックスと5年前に、ザックスがトレーラーで歩いている場所に来たことがあるような発言をして、その発言を背にクラウドを背負ったザックスが歩いていく。まるでザックスが生存してミッドガルにたどり着いて、クラウドが意識を取り戻す前に何らかの理由で別れて、リメイクのクラウドがそれに気づかないでいたけど、リバースで気がついた。そんなように俺は見えたぜ。そう。
確かにその通りに見える。まさにリメイク終了の時点でザックスが生存したかのような。でもよく考えてみて、5年前という単語を、ザックスが生存した時期は原作通りならリメイクシリーズ開始直前のはず。リメイクシリーズ開始5年前、クラウドとザックスの身に起こったこと、それはニブルヘイム事件。つまりこの発言はニブルヘイムについたクラウドが言った可能性があるということ。なるほど、ザックス生存のミスリードの匂いがするな、このシーン。そしてこのシーンのクラウドの声色に着目してみて。声色って口調とかだろ、何もおかしく感じられないけど。いや確かにちょっと違いますね。リメイクのクラウドをサーチしてみます。あれ、似ている部分はありましたけど、これって。よろしくね。よろしく。待っててくれ、すぐ呼んでくる。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。ジェノバと共にこの星を取り戻して支配者になるとかいう計画の続きを。5年前俺たちは一緒にここに来たのか。ザックスどこにいるんだ。本物のクラウドだと。そう、この声色はジェノバ擬態していない、本物のクラウドに似ている。柔らかくて優しい、リメイクの張り詰めた強さを持った声と違う声。わかるぞ、俺は確かに似ていると思う。でも声色の聞こえ方は千差万別、人によっては心理案件かもしれないな。もしもこのクラウドがジェノバ擬態ではない本物のクラウドだと仮定して、ここから考えられることはいくつかある。一つはこのセリフが別世界線にいるクラウドの可能性。中堅スタンプのお菓子の袋がリメイクとザックス生存世界線で異なったり、ルフィ編エンディングでクラウドたちのシーンでは雨が降りザックスのシーンは快晴だったりと、この世界は世界線が分かれている可能性が示唆されている。ザックス生存世界線でミッドガルに生存ザックスとクラウドが到着して、クラウド意識不明のまま分かれて意識を取り戻しニブルヘイムへたどり着いたクラウドのセリフという考え方ができる。もう一つはクラウドがジェノバ擬態から解き放たれた可能性。リメイクでクラウドはザックスという言葉をノイズで書き消されてきた。エアリスがザックスについて語るシーン、そしてこのシーンはマテリアルアルティマニアプラスでネタバレされていたけど、シンラ兵がバスターソードを見て実はザックスの名前を叫んでいたが、クラウドが頭痛によって認識できなかった。なのにこのクラウドは頭痛なくはっきりと自分でザックスと言っている。原作でクラウドがジェノバ擬態から解放されるのはエアリス喪失後の物語で言うとだいぶ後半。しかしリメイクのボリュームを考えるとリバースにそこまで入ると思えない。つまりクラウドが記憶を取り戻すのが前倒しになる可能性が出てくる。クラウドの記憶関連ではトレーラーでティファの言葉、あの日もう手遅れだと思った。それって私を疑ってるの？あの時とは別人じゃないかって。それって私を疑っているの？あの時とは別人じゃないかって、これはクラウドが語った過去の矛盾を追求されて、例えばあの頃のクラウドと別人ではないかと指摘されて、返し言葉でティファの方が別人じゃないかと取られる言動をクラウドがしてしまったのではないかという風に考えられる。その前にクラウドが言ったもう手遅れだと思ったは、原作のカームでクラウドがジェノバ擬態で改変したニブルヘイム階層を語った後に疑念を抱くティファがセフィロスに切られた自分がどうだったかとクラウドに尋ねた際にクラウドが言ったセリフに似ている。原作ではティファはクラウドを詰めることはしないが、リバースではクラウドを詰めてしまった可能性もある。それかもう一つの可能性は、クラウドが本当の記憶を取り戻すのが前倒しされた場合は、クラウドが記憶を取り戻す過程でのティファとの会話で出てしまったものとも考えられる。何にせよストーリーがかなり改変されそうな雰囲気ですね。リメイクの最終戦でフィーラーから流れる未来の映像にレッド13は言った。我々が捨てようとしている風景だ。エアリス喪失、メテオ落下、500年後の7期、北の大空洞でのセフィロス最終決戦。この全てはフィーラーを倒し予定された運命ではなくなった。エアリスは言う、未来は白紙、過去じゃなく未来を思えば、そして改変のピースは鳥の色も関わってくると考えている。リメイクでも多数出てきた白い動物と黒い動物、新トレーラーでいきなりザックス生存世界で落ちてくる白い羽。白い羽ですか、出てきちゃいましたね。そう、FF7 リメイクの動画シリーズでずっと検証してきたこと。黒系の動物が出てくるときはセフィロスなどの適正力の監視や不吉の予兆、白系の動物が出てくるときは
星など味方勢力の監視、や、原作にない新しい展開の予兆、ではないかと、ジェシーの依頼という原作に存在しない分岐点で白い鳥が飛ぶ、原作から拡張された陥没道路へ向かうエアリスデートで白いネズミ、原作にないユフィ編でも白い鳥、原作にないルードとの戦闘で白い鳥、ウェッジの飼っている白い猫のおかげでウェッジは助かる、黒い鳥が飛んでいるリメイクのオープニング、ここからエアリスがライフストリームを読み取って、フィーラーの干渉 VS 原作改編が大々的に始まる。そしてセフィロスなどの敵勢力の干渉が色濃く出始める。黒猫がアップになったリメイクジェシーの家編、7番街と共に崩落してしまったジェシーの家と両親、そして生きている可能性はあるもののリメイク内では、結局原作通りの行動をして命を落としたように見えるジェシー、そして、エアリスが段差から落ちそうになるきっかけがグレーの鳥、まるでエアリス喪失が白にも黒にもなるとでも言うような、その後エアリスがお姫様抱っこされて原作のお姫様抱っこのシーンとつながる、今度は助けられたというように、そして今回の新トレーラー、ザックス生存世界に白い鳥が複数飛んでいる、そして白い羽が落ちてくる、新しい展開の予兆、星の祝福、あるいはアンジールの意志などが考えられる。そして過去の回想でクラウドとセフィロスがニブル山を歩いていると思われるシーン。よく見ると奥に鳥が飛んでいる。アップにしてみると白い鳥のように見える。このシーンで原作とは違ったニブルヘイム事件となるのではないか。そもそもこのシーンはカームの回想ではない新しい展開なのではないか。と考えられる。そもそもリメイクではクラウドがセフィロスを倒したことまで記憶していた。原作ではセフィロスと対峙したところで記憶が途切れているのに改変されている。これはニブルヘイム事件の全容がすでに原作と異なるのではないか、とリメイク動画シリーズで解説をしてきた。カームの回想の改変はリバース序盤で注視すべき情報の一つ。そして改変のピースは派生作品にも散りばめられている。フィーラーは星の運命に関わらない改変は無視してきた。しかし未来が白紙となったのならば、その無視した改変もまた重くのしかかってくるかもしれない。スマホで FF7 関連作品が全てできるエバークライシス。今年クローズドベータテストを控えていると発表された。ここに初出しのファーストソルジャーの新規エピソードが入ってくる。インタビューでは、英雄の若き日が描かれるとあった。新トレーラーでは若き日のセフィロスに似た人物が、ニブルヘイムを焼き尽くしたセフィロスと交互に描かれる。服が少し異なるので本当にセフィロスなのかは不明。これも重くのしかかるリバースへのピースになるかもしれない。リバースへのピースといえば、リメイク30年前から18年前を舞台とした FF7 The First Soldier は、すでにリリースされているスマホ向けバトロワ作品ですが、シーズン3より戦わず危険地帯収縮もしないもはやバトロワでもない。ただ18年前 VR のミッドガルを観光できる、フリーウォーク機能が追加されました。マップはプレートかスラムとプレート上市街地が30分ごとに入れ替わります。ダメージ食らっても HP は1で残り、無敵です。リメイクのシナリオライターがマップに関わっていることから、このマップもリバースのピースになるかもしれません。気になった人はフリーウォーク機能でミッドガルを観光してみてはいかがでしょうか。ファーストソルジャーのマップについて解説した動画を概要欄に貼っておきます。そしてクライシスコア FF7 のリマスターにあたる、クライシスコア FF7 リユニオン、PS4 や PS5、スイッチ、Xbox、PC での発売が発表された。グラフィックの HD 化、フルボイス化、戦闘システム改良、BGM アレンジが行われたリマスター作品。クライシスコアリユニオンはリマスターだから、ストーリー改変はないんじゃないか？リバースのピースになるか？ザックスのバスターソードをよく見てみて。バスターソード？デザインがリメイク準拠ですね。すごい重要な部分が改変されている。ストーリー改変はリマスターと歌っているのでしないかもしれないけど、サブタイトルのリユニオンを考えると、隠しマルチエンディングなどで、リメイクにつながるエピソードが追加される可能性があるとも取れる。もしかしたら生存ザックスが見られるかもしれない。 FF7 リメイクへリユニオンする新エピソード、旧作のエンディングをなしにして新エピを正式エンディングにしたら批判が来そうだから、隠しエンディング分岐ってありえそうだな。とはいえバスターソードのデザインって単にリメイクに合わせただけで別に特別な意味はないんじゃないか。そうね、ただこのシーンを見てみて。ああ、リメイクのレッド13に湧く捨てた未来。このシーンのバスターソードだけ昔のクライシスコアのもの、インターグレード発売でもアップデート差し替えされないシーン。これは複数の世界線が存在する可能性を示すピースの一つではないかとも考えている。だからこそクライシスコアリユニオンでもバスターソードのデザインに注目しているわけ。なのでマルチエンディングや追加シーンを考えた。当チャンネルではこれからリメイク解明動画シリーズ完結を目指すとともに、エバークライシスの新エピソードとみんなが忘れてしまっていそうなビフォアクライシスの
の解説、冬にはクライシスコアリユニオンを元にした解説シリーズ、来年には FF16 の解説を挟みつつ、FF7 リバースの新情報が来たら随時動画にしていく予定だと所長が言っていました。チャンネル登録してお待ちください。ところでリバースの物語の区切りはどこになるんでしょうね。トレーラーでエアリスがあなたを探してる。と言った。これは原作のゴールドソーサー2回目のエアリス観覧車デートイベントの時のもの。だから素直に考えるならばゴールドソーサー2回目までは行くかもしれない。前にうちのチャンネルでワールドマップなしの一本道ゲームだった場合、リメイクと同じボリュームだったら2作目はどこまで行くか検証した動画がありました。リメイクの街とダンジョンの広さを、リメイク2作目で訪れるであろう街とダンジョンに、パズルのようにはめていった結果、ちょうどゴールドソーサー2回目まで行けるような結果が得られました。ラストダンジョンはウータイ周りで、ゴールドソーサーエアリスデートで区切りじゃないかという結論になっていました。しかし、このトレーラーの説明を聞いていると、かなりの改変が入ってきそうで予測通りにはいかなさそうですね。やはりワスラルル都まで行くんじゃないかって思いますね。そもそもエアリスのセリフも、ゴールドソーサー2回目での発言じゃないかもしれません。未来は白紙ってワクワクするけど怖いですね。どんなことになるのか、区切りについて現状考えられることはここまで。あとは続報を待ちましょう。FF7 リバース新トレーラー。ゴールドソーサー観覧車デートは原作では、エアリスがクラウドの中にザックスを見ていたが、クラウドの中に本当のクラウドがいるとエアリスが気づき、あなたに会いたい、と告げたシーンだ。エアリスとザックス、今回はどうかな？エアリスの、あなたを探してる、その言葉、誰に言っているんだろうな。探しているの。ごめんな。何もしてやれなくてさ。